はい、どうもカパ園長です。じゃあ最後、最後はね、これまあ中国、まあ、今日に限らず、そうですね、もう日本社会がいかに緩いかっていう話を、まあ、どうしても結局そこに行き着く、まあ、もう一個のチャンネルの方も含めてかな。結局は日本がもう緩すぎると、うん、もう敵国の敵にやりたい放題やられて何をのんきに構えてんだよと。で、この動画ではね、この中国の大学が、もうこのスタートからしておかしいんですけど、中国の大学が東京新宿にね、東京学院っていう名前で、要はこの、なんだろう、中国の大学の東京校ですよね。うん。あの、日本の大学にもアメリカなんとか州のね、このなんかあの姉妹校とかじゃなくて、そのアメリカ校みたいな、あれのこの中国版日本東京校ですよね。こんなもんがね、できんですよ。4月かな。うん。もう舐められすぎでしょ。どこの売国度だよ。こんなもん許可してんの。でね、その大学とやらのね、歌い文句というか、キャッチコピーかな。宣伝文句はね、日本にいながらにして中国と同じ中国語教育を受けて中国の4年生大学へ通い学士を取得。誰得だよ。意味がわかんねえよ。いや、おかしいよ。これはもう間違いなく侵略だぞ。こんなもん歓迎してる場合じゃねえんだけど、東京新宿も。まあ東京新宿か。歓迎しそうだよな、小池知事からしてな。うん。ちなみにこれ中国のどこの大学のね、この東京校かというと、深圳大学って言っても多分あんまピンとこないですよね。まあ僕もちょっと調べたら、これファーウェイとかね、このテンセントとか中国企業ですよね。うん。で、まあ特にこの欧米で、まあ特にアメリカか。アメリカで睨まれて、この弾かれたような、要はこの世界侵略のなんか、先兵みたいな、そういう感じのこの中国企業と、関係が深い、って言われている深圳大学、これの東京校、その名も東京学院とやらが、4月オープン、今月か、うん、こんなもんどこの誰の許可でこれが OK になってんの。で、まあこの広東省深圳市、なんだろうこれ、南山区、深圳湾に本部を置く中華人民共和国の、まあ、一応総合大学ですかね、83年に設置されて、23年に深圳大学東京校っていうのが設立されますよと。意味が分かんねえなあ。れ、ちょっと前にほら、この孔子学院の件、あれ孔子学院は大丈夫ですよね。一応建前としてはこの中華人民共和国政府が、政府ですね、中共ですね、政府が、中国政府が世界各国の大学なんかと提携してその地に設立する中国語及び建前としては中国文化に関する教育機関って書いてあるけど、これはあのスパイ養成所だからあれですよ、我々日本国民にとってはあのとある半島のあの国のね、まあ南北両方かな、民団総連ってあってから あの学校あるじゃないですか。あの学校という名のね、この工作員養成所ってね、言われている。あ、わかります？うん、全部は言わないですけども、あえて。ね、よくこの高校無償化、ね、この含める含めない、ね、この勝訴だ敗訴だみたいな、やってるじゃないですか。うん。一緒ですよね。うん。だから養成所ですよ、養成所。あれを排除していかなきゃいけねえっつうのに。なんだよ、まるっとなんかもう乗り込まれてるじゃねえかよ、堂々と。で、まあこの中国のね、まあ中国では有名なこの総合大学のこの深圳大学、これ舐められてんだよな。これ日本が実は海外で初めてとなるこの分校、深圳大学ホニャララ校っていうのは初めてなんだって。で、そこに日本が選ばれてるんですよ。なんでかっつってね、ちょろいからですよ。反日売国道がひしめいて、ね、うごめいて、ね、この媚び中媚び感、そんなのしかいないこの国会議員、ね、うん、日本政府がそのざまなんだから、それは楽勝だよな、ね、東京都だってあのざまですから、楽勝だよね、ちょろすぎだろ、うん、それは世界初だよな、うん、で、
まあ、東証プライム上場の総合教育企業株式会社スプリックスとやらと提携し、ね、何のためだよな本当な、東京の中心でアカデミックな雰囲気が強い東京都新宿区四ツ谷に設立するんだと。あ、もうしたんだ、されたんだ。で、本校では日本にいながらにしてってさっきの内容ですよね。うん、いや、この日本にいながら中国の4年制大学に通って学士を取得するのと同じことができる特色のあるプログラムを提供していますと。もうさらにこの反日売国がはかどりそうだな、こんなもんにこの通うやつが出てきて。で、新鮮大学東京校では中国本校の教育カリキュラムをそのまま取り入れて、ね、だから日本だ、もう完全に侵略部隊の、ね、あ、もう前線基地だよ、前線基地、侵略軍の前線基地、日本に作られたぞ。おい、何やってんだ日本政府は。で、また中国語ではな、中国と同じ中国語教育を、ね、中国と同じ中国教育を東京でって、もうもろじゃんな。で、中国語だけでなく、ね、副専攻として経営学または情報コミュニケーション学を選択することができ、でそこから日本、ね、日本国民のこの個人データとかさ、ね、なんか扱うようなそういう部署にこの派遣してさ、潜り込ましてさ、ね、ぶっこ抜かせんだろどうせ。で、将来のキャリアにつながる実践的な教育内容となっていますと。もう完全に工作員養成所だよなこんなもんな。希望者に対しては中国本校への短期長期留学の機会を提供しており、まあ、洗脳教育、ね、施すこと必要があるもんな。実践的な中国語と、ね、国際感覚を身につける舞台を準備していますだって。はい、3、はい、断る。もう作られちゃってんだよこれ、何のためにだよ、頭おかしいな。だってもう日本がそもそも大学多すぎるじゃねえかよ。それで何、中国のこの前線基地をわざわざ日本に作らせたってか。これ、あるいはこれ日本の税金で作ってんじゃねえだろうな。うん、いや、いらねえよ。しかもこれ四ツ谷だろ、もろ防衛省の近くじゃねえかよ。学術機関もう活動拠点だよ。だからもう完全にこれ前線基地だよ、もう侵略だよ侵略。うん、これ以上大学がそもそもいらねえのに何考えてんだよな。うん、だからもう太陽光とかさ、ああいうなんかこうね、手段とはまた違う方面で、ていうかもうドストレートに来やがったな。おいおいおい、世界各国の孔子学院閉鎖に持ってってんのに日本はもう間抜けもいいとこだな。もうダメだこれね、こんなこと言いたくねえけどね、この陸自のヘリもそうだし、もうふぬけどころじゃねえよ、もう完全に抑えられてるよ。うん、やべえところ、やべえことになってきちゃってんなほんとな。なんでこのざまだよ。話になんねえよな。どうにかすることできねえのかよこれは。いや大問題だろこれ。このマスコミはなんか違う意味でなんかもう大々的にね、嬉しそうに報道してそうだよな、日本犯罪者協会あたりがよ。うん、警鐘を鳴らす、警鐘を鳴らすどころかもう即、ね、こんなもん潰していかなきゃいけないのに、これからは日本にいながらとか言ってさ、嬉しそうに報道してそうだよな、日本の反日クソマスゴミどもは。やべえよこれ、いよいよ。うん、いや日本守る気があるのかどころじゃねえよ本当に。もう完全に売り飛ばされて乗っ取られてるぜ。うん、ということで今回は以上でさりとございました。ではまたごきげんよう。